はい、皆さんこんにちは、あきとです。線形代数の第37回目で、今回演習 ⑥ ということでやっていきたいと思います。ここ最近は対象行列に関する話を進めておりましたが、その話がある程度切りのいいところまで終わりましたので、今回は演習としてこの対象行列に関する （1 から 3まで見ていきたいと思います。今からこの順番に （1 から見ていこうと思うんですが、ちゃんと考えたいよという人は一回止めて、考えてから見ていただけるといいのかなと思います。では、（1 番から考えていこうと思いますが、まず（1 番、対象行列 A。こんなものに対し、ABC の値を求めてくださいと。このスモール a、スモール b、スモール c、この行列の成分として与えられているものなんですが、この a が対象行列ですよという条件を加えると、この値が定まるらしい。それを求めてくださいと。じゃあ、対象行列の定義は何だったのかということを思い出してあげればいいんですが、それは、点値取っても変わんないよと。点値 a イコール a、こんな関係式を満たす行列のことを対象行列というふうに言いましたので、今からこれを使って調べていきたいと思います。これ慣れてくると、ここからパッと出せるんですが、一応今回では点値行列の確認も含めて見ていきたいと思いますので、この定義をそのまま使っていきたいと思います。じゃあまずこの左辺、点値行列何だったのかというと、対角成分変わらず、この a っていうのがここに来て、0っていうのがここに来るよと。一言で言うと行と列を入れ替えたもので、13成分を31成分に書いてあげて、31成分を13に書いてあげるよと。あと b0 と。視覚情報で言うんだとすると、この斜めの010っていうのを軸として対象に入れ替えたような行列のことを点値行列というふうに言ったわけです。この左辺が点値 A で、これと A が等しいよと。00C、A10、1B0 と。点値 A と A が等しいよという条件を課してあげて、ここから ABC の値を求めてくださいと。この2つの行列が等しいよということなので、それっていうのは対応する同じ場所に来ている数字が等しいよと。A と0が等しいよという情報から、まず1つ目、A イコール0。で、今度、B と0が等しいよと。対応する部分っていうのは、こことここ。B と0が等しく、B と0が等しいよと。B の値は0ですよと。じゃあ今度、C の値どうなのかということなんですが、C は左下と右上に来ていて、C っていうのは1ですよというふうに分かるので、こういうふうに ABC の値を出すことができました。今回は、じゃあ対象行列の定義を使ってあげて、そこから ABC 出てきたよということなんですが、これ慣れてくると結局、点値 A と A が等しいよと。要するに、この斜めを軸として対象に入れ替えても変わらないので、その対象の位置にある A と0が等しく、B と0が等しく、C と1は等しいよというふうに、慣れてくるとこのままパッと出すことができるんですが、一応最初なので丁寧に点値 A イコール A、この関係式を使って求めていきました。じゃあ今度、（2 番見ていこうと思うんですが、A を直行行列のように対角化してくださいと。今回 A っていうのは、スモール ABC の値が具体的に定まったので、一回これを当てはめてあげて具体的に書けるんですが、0010100100と。今回、この部分 AB っていうのは0なので、これは 00C っていうのは1なので、ここが1と書いてあげるとこう。で、これを直行行列のように対角化してくださいと。対象行列の性質として、直行行列によって対角化されるという性質があったんですが、それを実際に行ってくださいっていうのはこの（2 番です。とりあえず対角化したいので、固有値と固有ベクトルの情報が必要だから、それをまず調べていきましょう。じゃあ、この A の固有値っていうのをまず求めていこうと思うんですが、この固有値を求める下りはもう複数回やってるので、割とサクッとやっちゃいたいと思います。これ、xe-a っていうものをまず計算してあげるよと。xe っていうものは単位行列を x 倍しているので、斜めに1が並んで他0っていうのが e という単位行列でした。x 倍したので、ここが x 倍されて、xxx。これに a を引き算するので、こことこことここが-1倍されると。x0 -1。0x-1、0。-1、0x と。-1 倍して、-1 倍して、-1 倍して、これが xe-a。で、この行列式を求めてくださいと。で、これをとりあえず計算していこうと思うんですが、今回例えばここの第2列目とかに注目してあげると、0が2箇所含まれているので、この第2列目に関して展開していこうと思います。こうすると、x-1、ここ22成分なので、普通に符号はプラスのまんま、x-1 っていうのが出てきて、あとは残りを並べてあげて、x-1、-1、x と。x-1 の、ここの部分っていうのは、x×x 引く、2×2 はクロスして引く、クロスしてあげるよと。x×x 引く、-1×-1。つまりこれ、x 次乗、-1×-1 は1なので、-1と。x-1×x 乗 -1 で、この x 乗 -1 っていう部分っていうのは、これ和と差の積 x プラス1と x マイナス1の積に分解されるので、結局これっていうのは x-1 の次乗 x プラス1と。なのでこれで固有値っていうのは x イコール1と -1、2つの固有値を出すことができました。じゃあ今度続いて固有ベクトルを出していきたいと思います。固有ベクトルを出していきたいんですが、まずはじゃあこの x=1 に関して、x=1 という固有値に関して固有ベクトルはこれを使うと楽でした。ここの x-a っていうものに x=1 を入れてあげると 10−1 0 0 0と。でこれが -1 0 1と x=1 を代入して固有ベクトル abc というふうに書いてあげたときにこれが0 0 0ですよと。0でないもの、0でないベクトル abc というふうに書いてあげて、これを固有ベクトルというふうにしてあげようと。そうするとこんな関係式を満たすものが固有ベクトルというものでした。これ連立方程式の形に書いてあげると、1つ目は a−c=0。2つ目左辺は0で右辺も0。3つ目は -a+c=0 ということなので、結局、まず a=c っていう条件が必要と。a=c っていう条件と、2つ目、0=0。これは特に何の情報も与えていなくて、常に成り立つ情報なので、結局、固有ベクトル abc っていうのは、a と c が等しくなるような、そんな条件を満たしていればいいよと。なので、じゃあ例えば1とかいうふうにしてあげると簡単そうなので、11と。で、b に関しては特に何も指定していないので、例えば0でも大丈夫ですよと。例えば101っていうのがあります。ただ今回は単純に対角化するだけだったらこれで十分なんですが、直行行列より対角化してくださいと。直行行列では並んでいるベクトルが全て大きさ1で互いに直行するようなものを並べてあげたものだったので、じゃあこれまず大きさ1にしてあげなきゃいけない。今のままだと大きさがルート2なので、ルート2で割ってあげて、大きさルート2分の1の101というふうにしてあげると、これで大きさ1になったよと。じゃあこれで x=1 に対応するこういうベクトル1個見つけることができました。で、これでおしまいにしたいところなんですが、今回は、この1っていうのは、x−1 の次乗で10階の1というふうになっています。なのでこれ、固有値として3つ書いてあげると、11−1 と。で、そのうちの1つ分見つけられたんですが、この10階なのでもう1個に対応する、2つ目の1に対応する、もう1個見つけてあげないと、対角化することができないよと。だからもう1個見つけてあげましょう。じゃあ固有値1に対応するもう1個の固有ベクトルを見つけていこうと思うんですが、じゃあ今度は今例えば b に関して条件ないんですが、例えば b=1 とかというふうにしてあげても別にこの条件は満たしているよと。またこことここは2つが等しく、さらにこれ直行行列なのでこの x1 と直行するようなものを用意しなければいけない。でもこれ0というふうにしてあげれば、一応これ内積取ると片方には0が含まれているので内積が0。これで直行しているよと。大きさ1でこいつも、たまたま今回010というふうにすると大きさ1なので大きさ1で互いに直行する。2つ分の固有ベクトルっていうのを導き出すことができたので、これでおしまいですよと。じゃあ今度、−1 に対応するものっていうのを調べていきたいと思います。今度、固有値−1 に対応する固有ベクトル。今度は普通に1個分見つけてあげれば OK です。同様に調べていくと、−10 −1、0−2 0、−1 0、−1。で、これ abc=000 と。こういうふうにしてあげれば、固有値−1 に対応する固有ベクトルが得られるよと。じゃあ連立方程式の形に書いてあげると、1つ目は -a−c=0。2つ目は -2b っていうのが0。3つ目は -a−c=0。ということなので、じゃあこれっていうのは c=−a と。1つ目の情報っていうのは -a−c=0 なので c=−a。で、2つ目、結局 b=0。3つ目は結局 c=−a ということなので、こういうふうになり、この情報を満たすような、そんなもの。それは x3 というふうに書きましょうか。例えば、じゃあ a の部分っていうのは1というふうにすると、c っていうのは−1ですよと。b は0なので0と。例えばこんなものが条件を満たすんですが、同じく大きさを1というふうにしなければいけないので、これの大きさ、ルート2で割ってあげて、ルート2分の1の10−1。こういうふうに x3。じゃあここが直行するよっていうことに関しては、これも対象行列に関する性質で自動的に満たされているので心配する必要はありません。はい。じゃあこれでこういうベクトルが得られたんですが、なのでこの p っていうものを、じゃあ x1、x2、x3 並べてあげて、ルート2分の1、0、ルート2分の1。これが x1、x2 は010。で、x3 っていうのはルート2分の1、0、−ルート2分の1と。で、このままだとごちゃごちゃしているので、ルート2でくくってあげると、ルート2分の1でくくってあげれば、101、0、ルート2、0、10、−1と。こんな p っていうのを定めてあげれば、もう結果はもう認めちゃいたいと思いますが、p−ap っていうものが、斜めに固有値、1と−1でした。で、ここ、x1 に対応するのが1、x2 に対応するのが1、X3 に対応するのがマイナス1だったので、これで対角化することができましたよと。これちゃんと直行行列になっていて、直行行列に対角化できましたよということで、これで括弧2番おしまいです。では今度、続いて括弧3番見ていこうと思うんですが、二次形式こいつの標準形を求めてくださいと。今回二次形式に関する話なので、y 乗足す 2zx。じゃあとりあえずこれを対象行列を使って表していきたいと思います。今回変数は xyz というふうになっていて、で、これの二次形式ですよと。で、xyz。で、じゃあ x 乗の係数っていうのは0で、y 乗の係数は1なのでここ。z 乗の係数は0なので0。で、xy の係数は0。で、zx の係数は2なので、これの半分の11っていうのがここに来て、yz の係数っていうのは0なので00と。こういうふうな形になり、これで対象行列を使って表すことができました。で、今回はこうなるように設定しているんですが、これが A というふうになっているので、これで括弧2番までの形っていうのをそのまま使うことができます。つまり、この xyz っていう変数を変換してあげて、p で x'y'z' となるように、これダッシュをつけた世界に移し替えてあげると、こういうふうに置いてあげると、これっていうものは、x'y'z'、これ点値 p の a の p の x'y'z' というふうになるよと。x っていうのは px' みたいな形で書けているので、この部分に p のダッシュつけてないの、p のダッシュつけたのを書いてあげて、こうと。p こう。で、この部分っていうのは点値を取っているので、点値取って点値 p が来るよと。だからこのダッシュの方に対して点値 p、ap というふうに挟むことができ、なおかつこの p っていうのは直行行列。この p っていうのはこの括弧2で求めたこの p と同じものですが、直行行列なので点値を取っても p インバースに一致するよと。これが直行行列の定義でした。で、p インバース ap っていうのはこの括弧2番で求めて、100、010、00-1 という形でした。なのでこれダッシュの二次形式というふうに表してあげると、x' 次乗足す y' の次乗、マイナス z' の次乗と。で、今回たまたまなんですが、固有値が全部大きさ1というふうになっているので、絶対値が1というふうになっているので、今回たまたまこの形が標準形というふうになったよと。なので、これで標準形を出すことができて、これでおしまいです。括弧3番に関しては、とりあえずこの括弧2番の結果を使ってやってあげればおしまいということでした。もちろん、ここが例えば4みたいなのが出てきたら、2倍のやつっていうのをなんか置いたりして、結局係数を1というふうにしてあげれば OK なんですが、今回はその操作は必要なく、この形で標準形。要するに11-1。固有値が正のものが2つ、負のものが1つだったので、こういうふうな形になるよという話でした。ちなみに今回は、この括弧3番を求めていく際に、括弧1、括弧2があったので、そのまま使ってあげたよと。じゃあいきなり括弧3というふうに書かれたときに、わざわざこういうふうにして、今やった直行行列に対角化をしてみたいなふうにやっていけば、確実にできはするんですが、状況によってはめんどくさくなったりする場合っていうのもあったりします。で、その場合においては、例えばこの、今回気にしているのは結局符号で、これプラスプラスマイナス、この固有値がプラスかマイナスかという情報さえ聞いてあげればいいので、例えばこういう方程式を調べてあげて、その解っていうもので、正の範囲にあるのがいくつで、負の範囲にあるのがいくつで、その情報さえ分かれば OK なので、この標準形を求めるというふうに言われた際には、じゃあその固有値で正のものと負のものの数を調べてあげれば、それで一通りに定まるものだったので、そういうふうに出してあげることができます。ちなみにもうちょっと他の方法で、もうちょっと具体的に置いていくよという方法だとしても、この標準形って別に変形の仕方によらないよという話でした。なのでわざわざこういうふうに直行行列のように対角化をして、そういうふうにやらなくても、他の変形をうまく見つけてきてあげれば、それが標準形になるよという話を思い出してあげれば、一応括弧3番、じゃあいきなり括弧3番単体で与えられたとしても、そうね困ることはないんですが、ただこれ y1 乗足す 2zx というふうにあって、これも y1 乗、これが標準形の部分、情報としてちゃんと残っているので、あとこの zx っていううまく何かの次乗だけのここにしたいよと。で、そこでどうするのかということなんですが、これはちょっと1回ぐらい経験しておかないとなかなか厳しいところであるんですが、何か2つのものの積で和と差の積、x+y と x-y っていうのが x 次乗マイナス y 次乗と。なんかこれっていうのをスモール x、スモール y みたいに書いてあげたときに、何か2つの掛け算の形を和と差の積に分解するというふうに見てあげれば、次乗引く次乗というふうになって、これ積の形を次乗の形に直すことができるよと。なので今回も、ここからこっちに置いて、じゃあ z イコール x' 足す z'、x イコール x' マイナス z' みたいな。例えばこういうふうに置いてあげれば、y 次乗足す2の x' の次乗マイナス z' の次乗と。で、さらに結局じゃあこれっていうのは2倍の x' の次乗っていうのを2倍のx' の次乗と。まあ、つまり、ルート2の x' っていうのを x'、ルート2の z' っていうのを z' みたいに置いてあげれば、y 次乗足す、これっていうのは x'の次乗、マイナス z' の次乗と。x' の次乗足す y の次乗、マイナス z のダッシュダッシュの次乗というふうになるので、結局変換の仕方って別に一通り見つけてきてあげれば、その変換の仕方によらず、その標準形というのは1個に定まるよという話があったので、それを思い出してあげれば、なんかうまく変形してあげれば、まあそれでおしまいだよと。それを認めてしまえば、例えばこういうふうに積の形があれば、こういうふうに次乗引く次乗の形になるよとか、そういうふうに何かうまい変形を見つけてきてあげれば OK なので、ただこの場合にはこういうふうに置いてあげて、やってあげれば標準形を求めていくことができます。まあ、ちなみにこれっていうのはちゃんと正則な形、正則行列で表されるような変換、要するに逆に戻すことができるような変換じゃなければいけないよという、一応注意はあるんですが、まあ、これは一次式の形で書けていて、まあ、要するにこれを x'、z' に関して解いてあげれば、これ上と下足して2で割ってあげれば2分の z 足す x。z' に関しては、これ引いて2で割ってあげれば2分の z 引く x。まあこれで x' っていうのとダッシュついてない形っていうのを互いに行き来するような関係式ができているので、これは逆に戻すことができるような、まあ要するに正則行列で表されるような変換になっているから、一応そこに関しては注意は必要ですが、そういう変換を何か1個見つけてきてあげて、それで変形してあげて標準形になったら、その変形の仕方によらず標準形は1個に定まるので、こういうふうにちょっとダッシュの書き方は変わっているんですが、11-1、同じ形になっているよと、こういうふうな標準形を求めていくこともできるよと、一応補足として最後にこういう話をしておきました。はい、ということで今回はこんな感じで線形ライスの第37回目で演習丸6ということで見ていきました。また見てください。バイバイ。